手書きのマインドマップの例マインドマップのガイドラインについてのマインドマップマインドマップとはトニー・ブザンが提唱する思考の表現方法である頭の中で考えていることを脳内に近い形に描き出すことで記憶の整理や発想をしやすくするものブザン・オーガナイゼーション・リミテッド社が商標登録している描き方は表現したい概念の中心となる キーワードやイメージを中央に置き、そこから放射状にキーワードやイメージを広げ、つなげていく。思考を整理し、発想を豊かにし、記憶力を高めるために、想像と連想を用いて、思考を展開する。この方法によって複雑な概念もコンパクトに表現、でき、非常に早く理解できるとされる。人間の脳の意味ネットワークと呼ばれる意味記憶の構造に、 よく適合しているので理解や記憶がしやすいと言われている。しばしば図解表現技法や脳ト実などと紹介されることがあるが適切ではない。開発者のトニー・ブザンは脳科学や心理学の知見からマインドマップを通してメンタルリテラシーの重要性を提唱している。メンタルリテラシーとは簡単に言えば頭の使い方であり学び方を学ぶ力や 学んだことを活用する力を指す。本来は紙とペンで描くものであるが、コンピュータ上で描くための専用ソフトウェアもいくつかある。パソコン等の端末にインストールして、マインドマップを作成するソフトウェア。マインドマップをオンライン上で作成できるウェブアプリケーション。提唱者のトニー・ブザンは、マインドマップについて以下に示す12のルールを定めており、 それに従っていないものは、マインドマップとは呼べないと主張している。しかし、現実にはこのルールに従っていない事象、マインドマップが書籍などでも数多く流通している。また、マインドマップとほぼ同様のメモリーツリーと呼んでいるものもある。フィンランドでは、マインドマップを簡略化したカルタと呼ばれる思考ツールが使われ、国語の授業などで活用されている。 2006年10月にブザ山ワールドワイドジャパン株式会社が設立され、公認インストラクターによるセミナー事業が開始された。2010年4月に一般社団法人ブザ山教育協会が発足し、公認インストラクターによるセミナー事業はブザ山ワールドワイドジャパン株式会社から移管された。2011年11月より英国オープンジーニアス社が 世界統一の管理体制へと変更。2018年2月からトニー・ブザン・インターナショナル・リミテッドの管理体制へと変更。ありがとうございます。